カーミットチェアス。よ、ついに届きました。てかウォールナットさ、このタグの色まで違うんだね。あ、違うんですか。違う。あのオークとは違う色してます。おお。おお、超かっこいい。全然オークと違うじゃん。なんか作りが良い。俺の捨てたくなってきた。で、俺が説明しよう。説明します。ただまあ見るまでもなく簡単です。まずは足を。で、こんな形になってるか。あれ、いきなりもう骨格できるんだ。畳んで持ち運ぶときは、はい、そもそもこれ外して、うん、もう一回畳んで袋に入れて。入れて。なので、まあ畳んで持ち歩かないんだけど、ね、面倒くさすぎるか。もう結構こっちにつけ、こっちにつけの力ではめ込む系なんですね。そうそう、ここはそんな形です。これつけの、でこれ後ろ足で出来上がるな。うん、それは同じ要領ですね。同じです。部品も多分同じです。つけのもう手慣れてますね。つけので、これ立ち上が立ちます。もうかっこいいな、ウォルナット。むかつくな、俺買おうか。これをここと、ここにつけます。これを引いて、ここに入れます。そして蓋をする。開けて蓋をする。え、もうこれで終わり。さあ見てください、出来上がりました。かっこいい。右が伸びた120です。なるほど。足がプラス5センチ長くなります。長くなると。5センチ違うだけで角度の差がありますね。あとウォルナットとノーマルの色のこう違いも全然違いますね。ウォルナット置いてって書いてもらっていいな。こっち上げるからリクライニングしてるこの感じがいい人は別に普通にいると思う。はいはい。腰が痛いとね、これ起き上がるときに、まあ、よいしょみたいな。板付きの方はもう骨盤を立てながら座れるというか、はいはい、腰が痛いというのも最適なんじゃないですか。マイスターシートは、うん、張りがすごいっすよね。すごい、マジであの筋トレかぐらいのパワーで張る張らなきゃいけないけどね。うん、確かに。もうすでにね、へにょへにょですもんね。スリーブ厚いし、うん、コーデュラだし、うん、ポケットあるのは意外と便利そうですね。なんか品質はとても高いと思います。Amazon で1個多分100円ぐらいで売ってて、うん、24mm の足です。椅子の足 24mm を無理やりバンってはめ込むと外れなくて、あのいい感じです。足の保護にもなるし、 21mm とかだと入らないと思う多分。ここには、うん、アメリカ仕様の8分の1のレンチが必要です。その8分の1レンチってあんまり売ってないですか。珍しいけど Amazon では100円ぐらいで売ってる、うん、そうなんだ。なんか噂によると、うん、あまりにも改造されるから嫌がらせなんじゃないかな、うん、おもろい。改造ハードル上げてやれっていう説がまことしやかに、そうそうそう、ファンの中で語られていると。そのまま木に貫通させてんだ。入っておりました。2脚やると、そうそうそう、買って知ったるって感じです。マジで日本で一番スピーディーに行くマイスターシートの張り替えができる自信がある。日本一は言い過ぎ。そう、入っておりました。はいはいはい。あ、本当だ、回った。それでも本当にちょっとずつしか回っていかない。機械じゃ絶対無理じゃないですか。そうそう、機械だとね、トルクが足りない、うん、足りないですよね。なんかコンビニで売ってるような、うん、付け替え可能みたいなあのドライバーだとそもそも太刀打ちできない。まあさっきつけたやつですね。これがないと。はい、外します。おほほほ、あ、簡単、簡単に取れる。マイスターシートです。出ました。こんな感じのまず座面から
この金具と一緒に入れてください。はいはいはい、はい、金具最後に締めるんで。できました。ちゃんと上に向けないと後から後悔します。はい、はい、入れました。はい、はめます。はい、はめます。はい、あれできた。あ、結構いける、結構いける。はい、来た。すごい、すごいいいとこまで行ってくれた。近代兵器を使って改良されてきた。手動で。手でやるしかない。手動でです。もう硬い。マイスターシートって本当によく生きてますね。よくできてると思う。めんどくさいのと高いの以外はやっぱりちゃんと設計して作ってるな。完成度すごい高い。うん、カミットチェアの本国のウェブサイト半年間見続けましたね。永遠にアウトオブストック。下の金具を巻き込んで、下の金具はちゃんと巻き込んで入れないと、入れないとやり直すことになると。そう、ここまで順調だったのに最後の一山です。コツとしてはもう一回外しちゃう。この人に外してかなりこっちの下の。なるほど。あの遊びを、そうそう、遊びを作る、作るようにするってことですね。くと、はいはいはい、で入れて、こっから硬いんだけど、でもそこまで下げれば、そう、えいっとはめて、で最後にガッペ、いけました。おお、マイスターシートの張力で。遊ばなくなってはめられず、はめづらいと。遊びを戻します。入りました。おお、日本最速だった。もう一回戻します。このノウハウ、遊びを作ります。書いてるのないような気がするな。それでも硬いんだけど、はい、せーの、幸せ、幸せ、いや、わっせ、できた。おお、完成。すげえ。再開作業。やっぱり想像より全然早いのはこれ経験者がやるからってことですね。かっけえ。迷彩の茶色とウォールナットが非常に親和性が高いな、これ。あ、しかもなんか合成が高い。結構なんか軽量な、いい感じの作りにはなってますね。つけて戻すだけです。すげえシンプル。そこ外せるの簡単に外せるんですね。圧倒的な角度差が出ますね。前足伸びた。後ろに3センチつけたらちょっと後傾で座りやすいか。そう、さらにデフォルトより後ろがマイナス2センチってことになるからね。はいはいはい。これはなんていう商品名でしたっけ。パイプ&ハンドルカバー。これかっこいい。これぶら下げられるのがまあ良さそうですね、いろいろ。もともとこっちにもついてるんだけどね。うん、ウォールナットの表面積が減っちゃうけど。確かにウォールナット自慢したい人にとっては少しあの